こんにちは、押川博史です。今日はですね、イタリア古典歌曲集、にくいな、イタリア古典歌曲集第1巻の、最後の方に載ってます、カーロ・ミュア・ベンという曲を一緒に勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。このカーロ・ミュア・ベンという曲、声楽を勉強する人が割と最初の方にやる曲なんですけども、ちょっとね難しい曲なんですね。まずは入門編ということで、読み、そしてリズム読み、そして、音をつけて歌うといったところまでやっていきたいと思います。イタリア語の読み方っていうのがあるんですけども、そこちょっと飛ばしまして、いきなり読んでいきたいと思います。楽譜をご覧になってください。ハイフンでつながってる単語がですね、ハイフンでつながってるものはこれが一つの単語となります。ではまず読んでいきましょう。カーロ・ミオ・ベン、クレディミ・アルメン、センザ・ディ・テ、ランギュシェ・イル・コール、というふうになります。最初の文章は、ここまでですね、短いですよね。もう一度読んでみましょう。カーロ・ミオ・ベン、クレディミ・アルメン、センザ・ディ・テ、ランギュシェ・イル・コール。はい、難しいところが何箇所かあります。難しくない、気をつけたいところが何箇所かあります。イタリア語の、R ですね、 R と言います。これは、基本的には巻きましょう、R ですね。巻き舌ができない方は札幌ラーメンとろりも、これを全速力で言ってください。札幌ラーメンとろりも、札幌ラーメンとろりもってやっていくと、そのうちできるかもしれません。カーロ・ミオ・ベン、クレディミ・アルメン、ここに出てくる L と R の違いっていうのを、これが間違いやすいので、ここちょっと、はっきりやっておきましょうね。 L とアルメーノ、アルメーノの時には、L なのでアルメーノ、ね、カーロ、ね、クレディミ・アルメーノ、 L と R の違いを、注意してください。センザ・ディテ、ランギュシェ、次ですね、SCE、これでシェというふうに読みます。ここちょっと、難しいですよね。ランギュシェ・イル・コール。同じ、歌詞が続きます。カーロ・ミオ・ベン、センザ・ディテ、ランギュシェ・イル・コール。それでは、ここまでリズム読みをしていきたいと思います。リズム読みをするときに、リエゾンという言葉と言葉、単語の最後と最初、次の単語最初ですね、これがつながるリエゾンということが起きます。では、そこに注意しながらやってみましょう。カーロ・ミオ・ベン、クレディ・ミアルメン、センザ・ディ・テ、ランギュシェ・イル・コール。先行きましょう。カーロ・ミオ・ベン、センザ・ディ・テ、ランギュシェ・イル・コール、はい、カーロ・ミオ・ベン、クレディ・ミアルメン、クレディ・ミアルメン、このように、リエゾンが行われます。センザ・ディ・テ、次もそうですね、ランギュシェイル、ランギュシェイルコールがランギュシェイルコールというふうになります。カーロ・ミオ・ベン、センザ・ディ・テ、ランギュシェイルコールというふうになります。それでは、次の歌詞を読んでいきましょう。イル・トゥオ・フェデル、ソスピラ・オニョールCessa crudel tanto rigor, cessa crudel tanto rigor, tanto rigor。 そして最初のカーロ・ミオ・ベンに戻ります。この部分の気をつけたいところ、発音で気をつけたいところ、 il tuo fedel、 イタリア語のうは、非常に深いんですね。日本語のうじゃなくて、おの口でうにします。おう、おう、とぅお、というふうになりま
います。うが非常に深いですね。Il tuo fedel sospira ognor。 ここ、GNO、 これニョというふうに読みます。グニョにならないようにしましょうね。オニョール、いつもという意味です。オニョール、チェッサ、チェッサ、ね、やめてくれってことですね。チェッサ、クルデル、タント、リゴール。では、この部分、リズム読みしていきたいと思います。Il tuo fedel sospira ognor cessa crudel tanto rigor cessa crudel tanto rigor tanto rigor caro mio ben credimi almen senza di te languisce il cor caro mio ben credimi almen senza di te pom languisce il cor というふうになります。それではこれに音をつけていきましょう。では頭の部分からいってみたいと思います。細かい装飾音符というのがあります。ラのあの母音で、装飾音符をかけますね。それでは先に行きましょう。ティーヤ、ティーヤという音符が出てきますね。8分音符で。カロメメ、センサリテーラングイシェルコール。はい、ここの言葉の入れ方、少し気をつけてください。それでは、この先のパート、イルトゥオフェデール。ここを音をつけていきたいと思います。いきます。どうぞ。したいですね、十分にしてください。でちょっと、最初の方からですね、ここ気をつけてほしいってところを少しだけやっていきたいと思います。一番最初の出だしですね、ここ、基本は鼻から吸って、開けた状態で、待っています。最初から喉が上がりやすいですね。カーロミューベンってところがいきなり、高い音から始まりますので、鼻から吸ってしっかり支えて、開けて歌い出します。カロミアメンクレディミアメン
装飾音符ですね。Languisher Call。 かえって字のごとしあまり大きくなりすぎないようにイヤリングのような感じで、ラングイにならないで、Languisher Call。 小さく入れていきましょう。このティアティアセンサリテに、ならないようにテラ、喉は、こういい状態で自然な状態で開いたまま、このポジションだけがこう、移動すると、センサリテラングイシェルコ、はい、先に行きますね。曲の大体の内容ですね、愛しい人よ、そんなに僕に連れなくしないでくれって、ね、どうか僕を信じてほしい、ね、あなたがいないと心は弱ってしまうんだ、ね、やめてくれ、そんな連れなくするのをやめてくれ、愛しい人よっていう風に歌ってる曲なんですね。で、このイールトゥオフェデール、ここはあなたに忠実な男、ね、はいつもため息をついてる、あなたのためにため息をついているんだ、チェッサやめてくれ、そんなむごい仕打ちよっていうところなので、チェッサがフォルテで強くなってます。ここに向かって、ピアノからフォルテですね。チェサクレ、チェサクレ、そんなむごい仕打ちをやめてくれ、タントリゴール、タントリゴール、カラミアベというふうに、ここはつな、げてください。タントブレスをしてリゴール、リゴール、カラミアベというふうにつなげてください。センサリテラングイシェルコカラミアベレディミアベ、ここ2回、装飾音符が入ります。タララララララね、お気をつけましょう。最後、センサリテ、はい、センサリテーにならないに、センサリテ、開けたまんま、R は上の方に切りましょう。コールにならない。コール。はい。という風にすると、うまく歌えるかと思います。では、頑張ってください。またお会いしましょう。さよなら。